どすこい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 いきなり噛んださあやってみましょう。まあ落ち着いて落ち着いて、最後まで動画をご視聴していただけたら、巨乳ちゃんが橋をくるくる回すというね、もうご褒美プレイが待ってますから、ぜひ動画ご視聴いただけたら嬉しいです。誰がスクロールして最後までいけっちゅってん。1分1分1秒1秒が人生ですぜ。ということでね、本日はまずは村長ビトルス・メンデスだっけ、ビトルス・メンデスだったっけ、あれ本当にビトルス・メンデスだったっけ、まあ、とりあえずメンデスさんをね、あのぶちのめしていきたいと思いますんでね、お邪魔します。さあどこにいるんですか。私のこと好きなんでしょう。そんな遠慮しないでさっさと出ておいで。急な FPS、 そしていつの間に語っている村長。ほんとこれどこに隠れてたんだろうな。もうホラー要素で言ったら一番こいつがなんかふさわしいよね、バイオ4の中でね。急に後ろに立っているっていうね。これで2回目だっけ確か。ね、村長の家でもさ、あんな狭いところでいつの間にか立てたって。実は裏ルートがね、あのハーブが置いてある棚の後ろとかにこう、穴があって、そこからこう、なんか、ハイハイして出てきたとか、そんなオチだったりするかもしれないけどね。甘いわ。くる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 。キック。さあ、灯油が出てきたぜ。灯油なのかな、わかんないけど。灯油もしくはガソリン。あ、でもガソリンかな、ゴンドラを回すために。あ、でもそんなこと、あれは電気か。よくわかんない。けど、普通はそんな爆発であれだよね。もうちょっと、後先考えてから攻撃を仕掛けた方がいいと思うんですけどね。ネイルアウト見てよ。あなたのためにこんなに全身ネイルアウトしてあげたのよ。あたしのこともっと見てー。こうなった後どうやって戻るんだろうな。よし。チュン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 。近い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 。あー、ちょっと抜けようと思ったらいきなり掴まれたくでゴンス頭からゴッチン。甘いわ。すげえスローモーションだな。あ、ちょっと待って。痛い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 。かがめない。あれ？あ、瞬殺。やっぱ俺、なんか普通にプレイしたら村長が一番嫌いかもしんねえわ。なんかユースリーとかさ、サラザールとかさ、サドラーとかさ、クラウザーとかいろんな敵いるけどさ、クラウザーなんかチュン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 してたら可愛いもんじゃん。で、サラザールなんか空気じゃん。で、サドラー何それ美味しいのだし、ユースリーなんて無視される存在じゃん。こっちだけはちゃんとまともに戦ってあげなきゃいけないんだけどね。いや、あ、そっか。前回の小屋の、前々回か、小屋のところでミスったな。こいつ、確か火炎放射器に弱いんだよ。火炎放射器じゃねえや。焼夷弾に弱いから、本当に安全に戦うんだったら、これで、こう、なんか地味に、こう、やって、ツン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 してる方がいいんだけど、こう、登って、体伸ばします。で、2発攻撃します。2、3発攻撃します。で、また、降りて体を縮めている間に2、3発攻撃します。みたいな、そういうのがいいっぽいけど、まあ、さすがにそこまでのチキンプレイやったらね、みんな見て痛い見てて面白くないだ。ちょ。回復、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 回復。もうちょっと、たくさんある手榴弾1発くらいは。ちょ、だからスローモーション。そして近いな。なんか、しれっと近寄ってきてるな。ふとーん。あ、頭抱えて、もう本当に、もう村人たちが無能なんですって。いや、その気持ちはわかるよ。あ、だからちょっと進めないでガンス。せっかく回復したのに。近づくな。近づいて散々痛い目に覆ってきてる野郎が。はい、登ります。この時のさ、なんか、村長戦がちょっとその寂しいのが、専用 BGM がないんだよね。サドラーとかサラザールとかさ、そういうのあったりするのに。なんかかわいそうだよね、村長。こんだけ私を苦しめていただけるのに。ほーらご褒美だよ。ほーらご褒美だよ。ふん、甘いぜ。だからこのスローモーション、結局ね、治ってなかったの。なんかパソコンのスペックがちょっとおかしいので、これちょっと30分ほど、昨日、で、再び、いや、そうはならんやろ。今、向いてる方向から180度逆向いたぞ。すげえな。ゲームってすごーい。くっそー。マジかよ。なんでこうなるんだ。こんなことは予想外だった。いやー、マジで。大変だな。人生と一緒だ。ほんと。くっそ、寒い環境の中で。今日もめちゃめちゃ冷えてくかんね。この収録してる日ね。
なんかこう、夏って、ずっと暑いじゃん。なんかもうなんか諦めがつくというか、なんとなくそれでいいよねっていう、こう、諦めのもとに、しれっとこう、毎日を過ごすことができるし、まあ、脱げば、全然暑さマシになるけど、冬って、もう、着込んでも寒いもんは寒いじゃん。もうなんか逃れられない、その、温度というか。おーおーおー、その進み方したら何のために足がついてるんだって突っ込み入れたくなるけど、まあそんなことは置いておこう。まあ奴がそういう走り方をしたいって希望されてるのであれば、その意見を尊重して、させていただきましょう。で、なんだけどさ、冬って、その日によってさ、くっそ寒い日とさ、なんかそうでもない日とか分かれてるから、やばいやばいやばい、落とされそうだよね、上。あ、やばい。あ、やばい。ですよね。あ、もう嫌やわ。もうマジか。なんでここでそのメニューを開くボタンを押し、ぐえ。ほら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 。180度さ。背中から押したはずなのになぜか倒れる瞬間だけお腹向きになってる。くっそ、3度目の正直行こうと思ったら、まさかの4度目になっちまったよ。いやー。これあれだね。狂気乱舞してるな。ご視聴者さんからすると。バッドボタンを押す格好のネタじゃねえかよ。くっそー。これ多分あれだな、コントローラーだったらまだマシなんだろうな、プレイがなっていう言い訳をしておこう。ということで、4度目のグーパンチ。おら、まずは一発目。ドゥーン。もう一発。あ、違う。なんかその時々その、ESC とタブボタンを間違えちゃうという、こう、ほんと初歩的ミスをするっていうね、時々どころかもうこの短時間で2回やっちゃってっかんな。ということで、登ろう。で、こっち向かってきてるさ、いや、ほんとはあの、このレッドハーブがある位置くらいで攻撃をするのが、ナイフでシレット切ってる方が攻撃当たるからいいんだけどねっていう。なんでなまってんだ。はい、登ってきた。降ります。逃げる。ふっと振り返る。ほい。まあ、ちゃんと攻撃を当ててたらね、ちゃんと距離を取って、ちゃんと攻撃を当てたら、それ別に飛び道具を持ってるわけじゃないからね、まあ、急になんかこう、足よりも触手で歩く方が早いでガンスっつって、ぐいっと向かってくるけどね、あれはちょっと面白いよね、向かってき方がね。ほい。で、今です。ドン。オッケー。いやー、ほんと柔軟性が高いね。こんなに柔軟性がね、背中反ることができるのは多分この村長と荒川静香くらいしかいないと思うけどね。ほい。で、登りたいんだけど捕まらないんだよね、それが。ふん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 。甘いな。ちょ。登りたいけど、登りたい。登れない。あったかハイムが待っていい。あ、近かった、意外と。しれっと向かってきてやがった。よいしょ。もう同じ鉄は踏まないっすよ。そろそろ終わろう。よし。で、武器を構えて、チェキ。さあ、出てこい。おら。お前の弱点であるその脊椎をぶちこぼしてやる。おら。オッケー。まず第一形態。で、どうしようかな。まずはこいつで一旦燃やそう。で、どこ行った？ほい。オッケー、燃えてるね。燃やしたところで、あれ？燃えてない？もしかして。やばい。それは予想外だ。2発で死ぬと思ってたのに。あ、これプロフェッショナルだからもしかして3発必要だったとか、そういうオチ？まずいね。とりあえず起動、あ、ちょ、機動戦士ガンダムー！ふっと振り返って。はい、登る。ほら、落ちろ。そっから落ちろ。近。もう全弾落ち込む。あ、アウトパンチ！まさかの左。やばいな。ここで油断をしたら、ここで油断したら終わりでガンス。だから回復するでガンス。もう攻撃は受けない。ほら、落ちろ。ほら、お前の死に場所に近づけてやったんだぜ。あれ？わざともしかして。でもこれもまた180度逆を向くんだよね。ふっふっふ。律儀だよね。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。じゃあ、はい。拾ってシレット。村長ギガンゲッツで拾って、あれ、ちょっと拾え、あ、拾えた。で、
で、ここに余ってる体力じゃないや、余ってる体力ってなんだよ。元気満々かよ。登る。余ってるアイテムを拾って、金髪美女女子大生と合流しましょうか。ハーブ黄色。ハーブ緑。あー、ほんとあれだね。回復アイテムが乏しすぎてワロスやな。よし、降りようか。あ、アイテム落ちてる。下半身がさ、そのなんか、なんていうの、足ピーンってなって倒れてるのがおもろいよな。よし、じゃあこっち、あちゃ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 、ん？あれ？あ、半玉ね。オッケー。こっちか。しまった。自ら炎の中に飛び込んでいってしまった。うい、くる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 。あそこでずっと律儀にさ、直立で立ってたのかな。としたら面白いよね。てかもしかしてアシュリー、あれ、そのレオンが入っていったその直後、後ろ追いかけてってるさ、ネイルアウト満々の村長さんが入っていく瞬間を見たのかな。だとしたら、レオンビハインドユーとかって教えてくれたらよかったのにね。まあ、そこまで求めてないからいいけどさ。さ、じゃあここから戻りましょうか。とにかく俺たちは後ろに戻ることはできないんだ。前へ進むしかないんだ。さあ、ついてこい、アシュリー。え、分かった。ドゥン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 。いやー、ほんと、なびいてるね。なびいてるし、ほんとガシャ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 うるせえっていう。いや、マフラーちゃんと巻けよ。飛んでくじゃろ。普通に飛んでいかないあれって。ね、腕で引っかかってるとはいえ、首の方が巻かれてなかったら、首の方からシュル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 って言って、ピュンって飛んでいくと思うんだけどな。ねえ。まあ、早くシカゴタイプライターを手に入れてね。あ、てか、シカゴタイプライター持ってんのか。持ってるけど、まだこれクリアしてないから、一巡目だとその無限ロケランとかシカゴタイプライターが使えないから、ね。シカゴタイプライターをね、持ってたらね、そのリロードのモーションをした時に、皆さんご存知の通り、なんかちょっと奇抜なアクションするっていうね。さあ、不気味にそびえ立つ、よくわかんないお城があるでゴンス。あんたは。ほんと、なんでこう自分たちが使わない武器の弾をたくさん置いてあるんだろうね。それ面白いよね。よくよく冷静に考えてみると。ということで、暴走トラック。こっちに来るのは、まだ後ろ見てるのはいいけどさ、誰かいるの？大丈夫？うわぁ、またこれスローモーションだ。なんかもう今まさにこう、こっちに向かってきているやばい瞬間みたいな。よし。じゃあここでアシュリーを置いていっといて、また立ち上がる。立ち上がるメタボー。アシュリーおいで。ついてで。もうやつは、しれっと。そう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 。もういちいちね、後から来るね、もう遅れてきた連中を相手にするなんていうことはね。これ多分初見プレイなんかで言ったらさ、こう、あ、トラックも倒したし、ようやく終われるって思ったら、なんか後ろからドゥーンって追いかけてきて、マジかよみたいなね。まあここアシュリーを別に置いてったところで、ムービーシーンになって、あ、ちょ、こういうしょうもないことをしてる間に敵がね、ガツ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 向かってくるかもしれないから、急げ急げ。ほい。ということで皆さんね、動画ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。いよいよご褒美プレイでございますよ。アイドルをね、追いかけてくる変態ファンたちがね、いると。で、この、ちょっと、マフィア風な男がマネージャーでございますからね。近づかないでくださいって。ね、物理的に握手会を遮断するのマッキーっていうね。いやー、なんとか村を抜けることができやしたね。次回からの方がもっと大変なんだろうな。果たしてどうなることやら。そっちを頼む。ということで、アシュリーちゃん、初めての肉体労働をさ、巨乳をプルプル揺らしながら、あ、見えた。CD コンプリートしたのに、握手券が無駄になった。さあ、次のコンサート会場はこちら。わかったわ。はい。ということでね、村無事に抜けることができました。本当にね、もう4回も死んじまったよ。たく。まあ、この4回のうち1回はね、ちょっと、
巨漢にやられたっていうのがあるんですけどね。はい。ということでね、次回からお城を進めていきたいと思います。ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して応援もよろしくお願いいたします。ではまた次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。